どうも GF です。今回からデフォルトの硬い感じのフォントから、柔らかい感じのフォントに変えてみることにしました。本当は、久しぶりに別のキラーでも、と、リージョンでマッチングを待っていたのですが、ロビーで懐中電灯を持ったゲインを見かけ、しかも中国人のパーティーっぽかったので急遽ライボを持ってるゴスペニキにご登場いただきました。なのでライボ以外はありきたりですが、今回のパーク構成は、バベチリ、ライボ、イタシ、ささやき、です。文字の縁取りの色も柔らかい感じのものに変えてみたのですが、以前と比べていかがでしょうか。気づかれたか。発電された。ジェーン発見、この彼女のために急遽キャラ変することになりました。スカが多いな。難しい。よし。まだ一撃だけどね。目線を下げて。オッケー。イタシキック。このミンちゃんはそこまでチェイスうまくないね。オケ。足をぶち込んで。ワンパンゲージ付与完了。てっきり焦って降りてくるかと思ったけど、余裕だね。よいしょー。地下に行こうか。奥に釣ろう。他の方の動画で、ゴスペは地下で狡猾待機できると知ったので、最近は地下釣りした後はもっぱらそれを実践してます。何かのパークで見られている可能性も考えて、一旦地下から出る動画を見せておきます。
これ、手前のフックに釣ると釣ったサバに見られて法要と枯れちゃうんですよね。カモがネギしょってやってきました。気づくの早いな。救助意識の高い方々、やはりパーティーですね。全員地下に集合か。ぐわー、メガー。この真っ向勝負おばさんがこのパーティーで一番チェイスに強いのはさっきので織り込み済みです。ネアオフロー。電気回してるね。みんちゃんが変なところに。思ったよりサクッと倒せてよかったです。余裕だね。悪魔を追い払いましょう。全員負傷、まずまずです。どうせ地下に集まってくるんだろうね。こんなにチェイス弱いのに煽ってたのか。わちゃわちゃしてる。1釣り2ダウン1負傷、勝利が見えてきましたね。さあ、君も地下に行こうか。地下室の階段はどこだ。まあいいさ。こんなところにあったのか、失念してたね。ダウンしてるミンちゃんを拾いに行こう。起こしちゃダメだよ。みんなで地下に集まろう。一網打尽にしてくれる。ギャー。早速救助。どうせロッカーでしょ。隣のロッカーにはミンちゃんか。もう出て行ったよね。おばさん、さよなら。一番チェイスに強いプレイヤーを葬れたのは大きいです。ビルジー補足。もうすぐゲージ溜まりそう。オッケー。最近になってやっと
こういう場面で左右に振ってフェイントかけるのを学びました。読み負けたね。オッケー。地下は無理っぽいね。ここまでいいや。どうせすぐ救助来るでしょ。よし、負傷のビルジーにマーキングした救助サバ、これでどっちに追いついてもワンパンだ。ゲージ溜まってるのに肉壁する意味あるのかな。オッケー。がかなり回ってるね。早速イタチをぶち込もう。今の人ラストだったのに肉壁してたのか。残り二人だ。ささやき消えたね。マーキング完了。勝者だったか。ここのフックは使用済みか。間に合うかな。オッケー。近くにいるよね。救助狩りと行きますか。マーキング完了。二人ともワンパン状態。よし。もう一人を探しに行くか。これ、ささやきがダウンのビルジーに反応してるのか、潜伏民兵に反応してるのか、判断しづらい。不滅かな。ビルジーも、これでラストだよね。バベチリで補足、向かいます。最近ラストの一人にハッチで逃げられるのがパターン化してます。彼女より先に見つけれるといいんだけどね。上から凝視で見渡そう。いた、まだハッチは見つけてないみたいだ。マーキング完了。
鍵は持ってないだろうね。全滅かな。救助意識高すぎたのが裏目に出たね。GG でした。ご視聴ありがとうございました。